ちょっと時間があれなので一旦撮影しますね。これが、画面が今横向きになってるのか、こうかな。平成21年、括弧は、309、第6民事部の、あの訴訟の方がね、ちょっとね、それよりも先に、今まで全体的な話を知ってる人に関して、不時行為の、ものが、書類が出てきたんですけども、エネルギーの残存量問題ね、原油価格を上げて、で、そこからのお金で、支払う云々の話とかも聞いたことありますね。公務員の人と同じように、給与の算定表通りに、もともと人材派遣会社でも変な働き方させられてましたので、それで、ちゃんとこれだけ働いていたら、ボーナスもつけてあげなあかんと、住居手当、扶養手当と、そういうふうな形での話ももともとあったんですよね。これだけエネルギーの残存量問題を考えてっていう形で。その辺のところの話が、通るのか通らないのか。国がその、石油会社、とかも含めて、なぜ安倍政権の時、2016年に国がずっと増え続けていた借金が減ったでしょう。いろんな会社、その三井グループのその悪さとかもいろいろと、今までのこと、今日ホームページにアップロードした番号のところ、それ見てもらったらわかると思うんですけども、毎年借金が増えていたのが、減ってると。それはいろんな会社から差し押さえて、政府の方でお金を回収したということになっているはずですから、あとは国家賠償法というような形で、お金払ってもらうような形が一番いいんじゃないかなとは思います。で、この辺の書類ね、かなりたくさんあるんで、ちょっとね、何から手をつけたらいいのかっていうところで、一旦、iPad でね、その写真撮影したかったんですけども、今ね、その、動画とかを撮影していて、それ、削除したんですよ。削除したのに、空きがね、できてなくて、iPad を扱っている人はわかると思うんですけども、こういうふうにね、特に下の方、動画は見当たらないでしょう。写真が、100枚以上はあると思いますね。だけど、最後の方までこう、カーソル進めていって、2、300枚ぐらいはあるかもしれないですね。だけど、それぐらいなんで、そこまでデータより重くないんですよ。で、設定のところを見て、ストレージ、iPad のストレージのところを見ると、埋まったままになっていると。何ギガ分も削除したのにですよ。こういうところがね、変なところなんですよね。iPad だったら、写真撮りやすいから、こういった書類を写真を撮って、で、貼り付けておくと。もともと阪神・淡路大震災とかあったから、と、あとエネルギーの残存量問題と、ただ、それね、もう金額、ファインハイゼンとかもお金の払い方変だったから、そうなんですよ、大阪のヒルドンホテルに働きに行ったのが、上下で逆かな、大丈夫かな、数字の出方。大阪ヒルトンホテルに働きに行ったのが1999年から2000年の間で、でね、アメリカの方で原油の採掘権とかは獲得してるんですよ。多分その後だと思うんですけども、どうですかね、原油の採掘の権益の獲得って一体いつからでしたっけ。昔は日本は原油の海外の採掘の権益なんか持ってないって言われてたんですよ。何年ぐらいから持ち始めたのか、カタールとかは結構前からだったんじゃないですか。
どうなのかわからないですけども、本当のところの話は。まあ、一回まあその方向でも考えてみようかなと思います。この辺の書類、その訴訟費用の救助申請が通った時は、この辺の証拠棚の書類一切合切もう全部出したんですよ。で、何がどうなっていたかっていうところも含めてね、まあこの辺りの書類大体ですね。で、まあ、ここからの、その、まあ、裁判、その、藤浩二さんの話がどこまで通るのか、あと、まあ、結局、電波、スーパーコンピューター、富岳、富士通 100%、理化学研究所、国からの、仕事であると。まあ、それで、まあ、お金を得てたわけですから、あ、今、さっき映ってなかったんですか、ね、書類とか映してるつもりだったんですけど、この辺にあるの。書類。まあ、大体のところは州は株式会社のものを今広げたところなんですけども。これがもうものすごい大変でしたね。この一件だけで。支払い方がいろいろ変わってたんですよ。日給プラス歩合とかで、それも最低賃金法に当てはまらない計算の額で。で、お金払ったことにして、委託金とか、供託金か委託金、まあそういったものを会社に預けなきゃならないんですけども、そういったお金を、そのワンシーズン冬が終わった時に、支払ってくれるっていう話だったんですけども、支払いがなくて、この時期もこの時期もこの時期も3シーズン分払ってない、払ってもらってないんですよ。で、4シーズン目に契約社員みたいな形になってるんですけども、まあこの辺のところもね、全部くるめて、まあ、話がどうなるか、まあ、これで行うと、だから、州は株式会社と、その、ファインハイゼンから働きに行った神戸市立ホテルフーツラーパークと、2000年淡路花博と、あとサンパレス六甲等の勤務。だからその辺のところで本当はそれまでの成果っていうものを考えると、まあ売上的なところとかも含めてですよ。まあいろんなところで支払ってもらってないの。普通はボーナスつくはずなのにボーナスついてないでしょ。で、あと扶養手当、住居手当、祝日法関係。これだけでも結構な金額なんですけども、そのファインハイゼンはね、ちょっと変なところで、休憩時間が30分だったんですよ。で、一応、食券がついてきてたんですけども、8時間の労働で休憩時間30分だったんですよ。だから本当は45分の休憩時間を与えなきゃならない。それでその辺のところが相殺されていたのか何なのかちょっとよくわからないんですけども、ただ割増賃金8時間超えての1時間あたりも、それは勤務地によって違うんですよ。フルーツラーパークではついてなかった。で、大阪ヒルトンホテルではついてたんですよ。8時間超えての割増賃金、ただし食事法の部分が抜けてました。で、だからそこで大阪ヒルトンで働いていた時は時給1470円でしたから、だから基本給が20何万ぐらいという形ですね。180時間の労働時間で一月。だからボーナスとかもいろんなところを払ってもらってない分を、本当はこれだけの実績があればっていうことを考えたら、例えば神戸市立ホテルフルーツラーパークだったら、例えば宴会場の方だったら、一つの部屋で披露宴3件行ったこととかも何回かあるんですよ。まあ、その辺の関係で、小江テクモさんのエースコンバットで、円卓の騎士っていう、その、披露宴、普通一つの会場で、披露宴って2回くらいしかしないんですよ。他にも披露宴会場があって、スタッフが移動するような形で、また次の日のある程度のセッティング、せめて円卓ぐらいとテーブルクロスぐらいは引いておくぐらいのところ、ある程度のところまでは進めておくと、椅子をある程度セットしておいてと。で、当日にそのシルバー、要するにナイフ、フォーク、スプーンだとか、まあグラス等を並べると石油だとか、だから、
1年間でね、結構な金額になって、年5分の民法の、金利、あと元本の組み込みをつけていくと、これはかなりの金額になって、その、訴訟費用の、その、切手代、収入印紙とかが、これはかなりの金額になると。だからまあ、多分それだけで1000万超えるでしょうね。で、あとはその貸金させられた分のお金はもちろんお金借りた、本人らが、払わなきゃならないんですけども、その長年のね、裁判妨害等でその2名が今更返せるような、金額じゃないと思うんです。働いて今の年齢を考えると。で、まあ、春山整骨院等によって、裁判妨害された件とか、だからいろんな件を考えていくと、とんでもない訴訟費用が必要になりますね。交通費とかもかかってきますので。まあ、まず、今考えているのは、テレビ局の、淡井圭介の提案で作ってもらった番組に関して、普通の平均視聴率のところは、1時間の放送で1回、1万円。で、まあ、ある程度視聴率の高いところは、2万円。まあ、1.1% 平均視聴率より超えたら。で、平均視聴率より 1.1% 下回ったら、1時間の放送で、1回5000円と。だからたくさんいろいろ、放送してもらって、まあ、平均的に考えたら、例えば、1時間番組を1月に40本放送してもらって、1月40万円。まあ、一見、1月40万円っていう額を聞いたら大きく感じるかもしれませんけども、退職金がないのと、育児休暇とか、有給休暇がない、住居手当、扶養手当もない、ボーナスもない、要するに賞与ですね。だから、それを考えたら、まあ、そのあたりの数が、まあ、それぐらいの金額は妥当かなと。で、二社二社合併、明け方夜中、まあ、二社二社合併したら、まあ平均視聴率1時間で、まあ2万円ぐらい、その倍掛けに、するとか、まあそういうふうな形式でいいんじゃないかなと思って、まずそのあたりから、一回請求かけて払ってくれそうかなっていうところで、まずその簡易裁判所ね、その1時間あたりのその平均視聴率、1時間で1回1万円っていうのが認められるのかどうか、その 1.1% 超えたら、2万円だとか、1.1% 下回ったら5000円だとか、まあその辺のところは、やっぱり番組の、出来、良し悪しがありますんで、あと良い内容の番組を作ったらどうかっていうところに、やっぱり私の場合はこだわっていたので、社会の人たちの皆さんに、感動するような番組とか、そういうふうなことを考えてたので、クオリティとしては高い作品が多かったはずですよ。まあ、作ってくれた人たちも気合い入れて作ってくれたでしょうし、まあ、番組を行っていくうちに、ああした方がいい、こうした方がいいっていうことは、まあ、僕の方から言って、まあ、改善していきました。だから、まあ、そのあたりを一旦、まず、簡易裁判所で、例えば、すごいですね、日本視察団っていう番組があったじゃないですか。最初は日本流で始まってるんですよ。まずその日本流のその部分だけか、それプラス、スペシャルで放送されていた、定期的に毎週土曜日テレビ朝日で放送されていた、まあ、毎週というか、たまにその生きがめきらのニュースそうだったかの方が2時間番組で、すごいですね、視察団がまあ2時間番組で交互に行っていた時期もありましたし、まあなぜ、まあ1週間で平均的に見ると1時間ぐらいの時間で、放送されてたんですけども、まあそのあたりの一部分を一回簡易裁判所の範囲内の金額で収まるところを一回訴えてみて、その内容は通るかどうか、それをまず試してみようかなと思っています。で、そこでついでに、楽々明細の CM に出た人で、その人は今年だったかな、その特許の件で、河川水門開閉式ダム、地下水流ストレートトンネル、回転扉式発電の方の、
神戸のその発明協会特許庁参加の、まあ、特許を出願する窓口なんですけども、そこで、見かけたんですよ。担当の水本さんと話して、で、部屋出てきた後、こちらに向かって、ご飯、さっきご飯でいいからって言ってくれてたんですよ。で、周りに、もしかしたら弁理士さんと思われる人が3人いて、で、その時僕はまだ昼ご飯を食べてなくて、時刻は15時を回ってましたね。15時ぐらいでしたね。だいたいそれぐらい。で、その時思い出せなかったんですよ。なんかあの人どっかで見たことあるなぐらいで。で、まあ基本的に僕なかなかドラマ見ませんので、で、それは昔あの人に会ったことあるなと。1997年、8年、99年あたりの、それぐらいの期間のどっかで、あの人と会ったことあるわと。で、あの頃その河川専門家へ式玉発電のことを話していたと。で、その特許申請の件で多分来てくれてたんだと思うんですよ。その辺のところを、そのテレビ朝日さんの方を訴えて、簡易裁判所で。で、その時に、その、ちょっとね、また、六法全書見てみなかったらわからないんですけども、その請求事項をまとめたりとかはできるはずですので、まあ、その辺のところから、その人たちの援護はもらえるのかどうかと、あとは、まあ、お金の部分、まあ、だから、ある程度の金額でまず勝たなかったら、まあ、ある程度の金額が手に入ったら生活保護離れますから、だからまあ、裁判しながら、その特許を申請して、いや、けどね、その年金利の5分とかがあるから、あと視聴率、その、すごいですね、視察団とか計算してみたんですけども、結構な金額になるんですよ。1年間かな ?1 年間で、すごいですね、視察団だけで、1時間番組になった時、96万ぐらいですかね。だから、それだけで、まあ、年金利の5分を加えて、1年間の経過のごとに計算していくと、一応まあ、それは計算ある程度してるんですよ。手書きで。で、電卓とか壊れてたんですよ。家にあった電卓久しぶりに、押してみたら。で、まあ、まずは会員裁判所の金額で収まるところを訴えて、だから他の番組とかも今までの内容のものすべてその内容で支払ってもらえるのであれば、多分特許も申請できて、まあ、国民年金基金という形になると思うんですけども、まあ、その年金を、まあ、厚生年金自体が僕1年ぐらいしかトータルでかけてませんので、だから、普通に考えて2000万円まで到達しようと思ったら、2000万円ぐらいかけてなかったら、60歳からの支給か65歳からの支給で、一月15万円に届かないんですよ。だから2000万円以上は絶対かけておかなきゃなんないっていう形になるんですけども、だから、まあ、1000万円ぐらい、かけて、で、実際働いていた時の、その週は株式会社とか、株式会社神戸ワインとか、まあまあ、ファインハイゼンから働きに行った、その、神戸市立ホテルフルーツアパークとか、まあ、いろんなところ、ナルトのレンサンスリゾートホテルとか、ヒルトンもそうですけども、まあ、その辺のところ、で、ある程度まとまった金額になるかもしれないですね。あとは、その、別校さんの件とか、あとは映画関係、新海誠監督とか、その辺のところ、まあ、その辺のところはね、全然どうなるかわからないですね。一応、我が天下の方に関しては、その、1% っていうことを書いてるんですよ。その別に自分が特許を出願したわけではないですけども、けど全体的な内容は僕の方で考えていた内容で、まあ日中友好関係もあったわけですし、で、お互いの、まあ、別校さん元々の名称、名前が、まあ、陳山と書いて、陳って皇帝とか王とか、天皇陛下のことを言うんですけども、ちょっとね、名称難しいんですけども。まあ、そこの会社はもう、
その我が天下と我が天下戦国富豪で、それなりの稼ぎは絶対あったはずなんですよ。まあ、あの1000万ダウンロードの話は完全に嘘でしたね。戦国富豪のダウンロードの数見てびっくりしました。戦国富豪の方はね、かれこれ5年ぐらい、販売始めて、まだ4万ダウンロード到達してないんですよ。で、我が天下の方の1000万ダウンロードはもう絶対嘘でしょうね。もともとの人口とか分かってきたら、それはないなっていうのは分かりますから。まあ、自分がそのプレイしていた、その日本で、ダウンロードが始まって、1年2年経過したぐらいの頃のお正月のプレイヤーの稼働してる人の人数を見たときに、30万か40万人ぐらいの人がプレイしてるんじゃないかなと。まあ、全員が全員お金払ってるわけじゃないにしても、あとは、まあ今、両方のサーバーで合わせて、まあ、お金払いながらプレイされてる人が、あと、それプラス全国富豪で合わせても10万人いらっしゃるかどうかっていうところだと思うんですよ。実際多分いないかもしれないですね。戦国富豪なんか、もうだいぶ、まあ我が天下と戦国富豪だいぶ前からしないんですけど、以前してた時、その同じ名前のプレイヤー名をしょっちゅう見かけると、だからそれだけプレイしてる人の数が少ないんだなっていうことはよく分かりましたが、もともとのダウンロードの数がね3万いくらじゃそりゃそうだろうなっていうところですね。まあ、ただある程度の売り上げはあるはずなんですよ。ただその全体売上のその 1% の話が通るのか通らないのか、だからそれが通ったりするんであれば自分でその会社を設立して、途中まで会社の登記簿は書きかけているんですよ。それはホームページでも公開してたと思うんですけども、あれ消したかな。まあ、それもまだお金いるんですよ。会社の登記簿、法務局に登録、まあ、要するに、提出するのに、十何万ほどかかるんですよ。特許の方とかもね、だいたい10年間だったら、まあ、十何万とかですね。だからそれを弁理士さんとかに頼んだりしたら、弁理士さんプラス、だいたい弁護士さんが一人入ってるみたいで、まあ、結構な費用がかかるでしょうね。だからある程度のまとまったお金がなかったら、その会社を設立して、河川水門外式ダム、地下水流ストレートトンネル発電、あとは、市長とか知事の許可がなかったら河川に設置することができないと、まあ、こういうふうな形になってきますんで、まあ訴訟してみなきゃ分かんないんですけども、とりあえずはそのテレビ局相手にその話と自分の提案した番組に関してそういった内容が通るのかどうかっていうところと、あとはその他の精神病院の件とか、その、晴れ間接骨院の件とか手伝ってくれる人たち、証言者とかになってくれる人たち、そういう人たちを、各テレビ局、まずテレビ朝日さんを訴えてみて、テレビ朝日さんの方で証言者になってくれる人たちを、いろいろ出てきてもらって、で、あとは、先に、僕の提案で作ってもらった番組の方をね、各テレビ局を訴えていくことによって、で、春山整骨院とかを訴える時の証言者になってもらう人を探すと。まあ、こういうふうな方式が一番いいんじゃないかなというところですね。一応ね、びっくりすると思いますけども、一回ね、そのエネルギーの残存量問題で、僕、菅さんの時に、菅さんだったら話分かってくれるだろうなと思って、菅さん相手に訴えたんですよ。これじゃないな。ちょっと待ってください。まあ、そしたらかなり丁寧な、書類で、棄却されてるんですけども、どこ行ったかな。ちょっと待ってください。いや、もうね、いっぱい裁判してたらもう、こうなるんですよ、やっぱり。もう、特にもう、だからもう、ボイとか出来高とか、やめてあげなかったら、本当にややこしい、本当に。まあ、歩合か出来高、どちらかを残すとか、普通のところはもう時間給で、ちゃんと計算してあげなかったら、まあ、後からね、その、法律、六法全書購入して、そこから勉強して、計算してって、本当にものすごく大変なんで、
普通の人ほとんどの人は諦めると思うんですよね。あ、これですね。ごめんなさいね、あの画面映してるつもりで映してなかったりとかして、これでもう自民党がダメになってしまったのかもしれないですね。まあ、スポーツ界の笑わすようなことをしてきた方が悪いのルールが今必要なんですけども、僕としては。いや、だって国会とかであれだけ河川水門開閉式ダム発電とかね、話しといて。ごめんなさいね。別に菅さんに恨みないんですけども、これ相手方って書けばよかったんですかね。被告って書かないで。まあ、特許を通してからじゃないとダメだったのか何だったのか、まあ、棄却されました。この時の裁判官の方がね、まあ、行政訴訟法の方で、総理の方で裁判、棄却できる法律とかあるんですよ。この人、裁判官の方は高橋彩子さんという人ですね。まあ、行政訴訟法の方でね、総理の方で、棄却できるようになってますんでね。まあ、今の状況、私の状況は、こういう事態です。